皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。主の預言者エリシャの働きがイスラエルとユダの中で明らかになっていくために、神様はふさわしい機会を用意してくださいました。イスラエルとユダとエドムとは頭角を現したモアブを攻め上ろうとしていました。三国連合です。しかしその連合軍の行く道は険しく、水がなくなるという事態に見舞われてしまいました。ユダの王ヨシャパテは主の預言者エリシャがいると聞いて、助けを求めにエリシャのもとにやってきたのです。今日は6月6日、聖書箇所は列王記第2、3章13節から27節。タイトルは、どんなに大きな問題も主には小さなことです。イスラエル、ユダ、エドム、モアブの間でエリシャが主の預言者としてはっきりと認められることになります。そのようなエリシャの働きから今日も御言葉を学んでまいりましょう。列王記第23章13節から27節。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだから。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王、ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、たてごとを引く者をここに連れてきてください。たてごとを引く者がたてごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこうおせられる。この谷に水を掘れ、水を掘れ。主がこうおせられるからだ。風も見ず、大雨も見ないのに、この谷には水が溢れる。あなた方も、あなた方の家畜も、獣もこれを飲む。これは、主の目には小さなことだ。主は、モアブをあなた方の手に渡される。あなた方は、城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。モアブは皆、王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を着ることのできるほどのものは全部呼び集められ、国境の守備についた。彼らが翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見て言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士打ちをしたに違いない。さあ今、モアブよ、ぶんどりに行こう。
彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入ってモアブを撃った。さらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただキルハレセテにある石だけが残ったが、そこも石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破った。モアブの王は、戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが、果たさなかった。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の生贄として捧げた。このためイスラエル人に対する大きな怒りが起こった。それでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった。ある男の子たちがカードゲームで遊んでいました。帰る時間になってお母さんから声をかけられました。片付けていると自分のカードが1枚足りないということに気づいた男の子がいます。そしてカードがない、カードがないと大声で叫び出したのです。お母さんたちが何事かと部屋にやってきました。男の子は叫びます。僕のカードがない。お母さんたちは男の子をなだめます。ちゃんと探したの？みんなのカードに混ざってない？しかし全部探したと言ってわめきます。お母さんはついに、1枚ぐらいいいじゃない、また後で探したらきっとどこかから出てくるよ、カード1枚ぐらい、お母さんにとっては大したことではないのです、また後で買ってあげることもできます。しかし子供にとっては一大事です。二度と手に入れることができないかもしれません。さて、水は私たちの生活に欠かすことができません。もちろんそれはいつの時代においても、どのような文化にあっても、どのような国であってもそうです。水はすべての人の命の水です。これがなくなるということはまさに一大事です。イスラエル、ユダ、エドムの三国連合軍がモアブに戦いを挑むために登っていたさなか、水が底を尽きてしまった。そうすると彼らは水を求めて歩いたのではなく、なんと預言者ならば何とかしてくれると預言者を探し求めたのでした。そうしてエリシャのもとにやってきました。はじめエリシャは、主の目の前に悪を行っていたイスラエルの王に対して、あなたと私に何の関係があるのかと言わんばかりに突き放しました。しかしそこにユダの王ヨシャパテがいたのです。ヨシャパテはその父アサ王の時にユダの王国を主のもとに立ち返らせた王様です。そしてその父アサ王の後を継いだヨシャパテは、主の目の前に正しいことを行っていました。そこで預言者エリシャはヨシャパテ王の面目を立てるために、彼らの願いを聞き入れることにしたのです。彼らにとって命の水でした。しかしエリシャはそんな命の水を用意することくらいは主の目には小さなことだと言い放ちました。そして水を得れば戦いにも出られるだろうし、
モアブとの戦いにも勝利すると予言したのです。三国連合軍はにとっては一大事でした。しかし主の目には小さなことだったのです。私たちにとっても命の水がなくなることは一大事です。それを求めることは当然です。しかし主の目には小さなことなのです。戦いに勝利を与えることも小さなことです。そうです、主が私たちの命を支配しておられること、私たちの命を左右する水をどうにでもできること、それは小さなことと言われるくらい簡単なことなのです。そんな主の目には小さなことでも私たちにとっては一大事なのです。この力の差を私たちはどれほど謙虚に受け止めているでしょうか。ともすれば、神様にはこんなことはできないでしょう、こんなことを願ってもどうにもできないことだと神様を見限ってはいなかったでしょうか。私にとって一大事なことは、神様にとっては取り扱えない大事なのです。そんなふうに考えてはいなかったでしょうか。それは大きな誤解です。あなたにとっての一大事であっても、神様には小さなことです。神様を見限ってはなりません。神様はとてつもなく偉大で、力あるお方なのです。あなたの命さえも、この方の一言でどうにでもできるのです。そのような方の前に、私たちは命の水を持って生かされているのです。そして、祈る時に勝利を得させていただいているのです。今一度、この主の御力を謙虚に受け止め、御前に身を低くしましょう。水利権という権利があります。水がめであるダムを持っている自治体が持つ権利です。この自治体の決断によって水を得ることができるか否かが決まっています。そうです、私たちは主の御言葉である命の水をいつでも自由にいただけるわけではないのです。あなたにとっては当たり前のようですけれども、神様の一言で水が断たれ、また水は流されるのです。そんな大切な命の水である御言葉だからこそ、もっと切に求める必要があるのではないでしょうか。お祈りしましょう。私たちの命の主よ、あなたの一言で私たちの命はどうにでもなることを今日深く知りました。それゆえに、あなたの命の御言葉をもっともっと切に求めます。今日もこうして命を得ることができ、心から感謝いたします。私たちを生かす命の水、命の御言葉を日々備え与えてくださいますように、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。